世界、食の祭典は、1988年6月3日から10月30日にかけて、北海道札幌市で開かれた地方博覧会。バブル景気の最中の開催であったにもかかわらず、大きな赤字を出して、北海道の財政を圧迫し、1980年代末の地方博覧会ブームの最中に開催された博覧会の中では、最悪の失敗例とされ、 失敗の代表例として取り上げられている。1985年の農林水産省による1988年を目標とした食の博覧会開再構想をきっかけとして、東京の広告会社、シマクリエイティブハウスが北海道庁に企画を持ち込み1986年に、道が経済活性化や一次産業の高度化を目的として開催を決定。 食を通じ人間と自然、日本と世界の関係を見つめ直すことを主目的に北海道の豊富な食料資源をアピールし地域振興を図るとした。札幌市内に会場を分散配置し入場券として当時普及し始めた時期式プリペイドカードを使用するなど革新的な試みも実施された。しかし開幕の3ヶ月前になって やっと基本計画がまとまるなどのずさんなうにへ入場料や料理の価格の高さと料理の味が値段に見合わないという口コミによる人離れなどにより、開幕からほどなくして会場は換算となった。また当初からあまり食に関係ない、入場すれば食べ放題と勘違いしたといった苦情や、閉会後の現状回復を考慮し本格的な、 厨房設備を設営できず良質な飲食物を提供できなかった点も見受けられ、メニューや催しが一目でわかる、案内板の設置や低廉なファストフードの出店、一部施設の無料化などを行ったが、目標入場者数400万人に対し、実際の入場者数は170万人、うち有料での入場者は90万人程度の不審に終わった。最終的に約九十億円にも及ぶ。 大きな赤字を出し、北海道の財政に打撃を与えた。翌1989年7月6日に、北海道知事は、北海道議会平成元年第2回定例会にて、平成元年度一般会計補正予算案と、北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案を提案し、両案とも賛成多数により可決された。前者の案は、 財団法人職の最低委員会特別対策費110億円を計上したもので、内訳は財団法人職の最低委員会に対する道の負担金20億円、同財団に対する無利子の貸付金90億円である。世間が認識している90億円の赤字とは、この無利子貸付金90億円を指している。ただし90億円は返還を前提にした貸付であり、 実際の北海道の負担金は20億円だった。だがそれでも、もともと経済基盤が脆弱な北海道にとって、打撃となるには十分すぎるものであり、バブル崩壊後の北海道宅食銀行の破綻に、橋を発する宅人ショックと呼ばれる深刻な経済不況へつながる原因の一つとなった。さらには関係者から自殺者を出す騒ぎにまで発展し、 ショックの祭典とも揶揄された。当時の北海道知事であった横道高弘に対し、北海道議会は問責決議を行った。北海道議会平成元年第2回定例会にて、北海道知事横道高弘君を問責する決議が、日本社会党、同民連合、民政クラブ、無所属及び公明党による共同提案として提案された。 日本共産党は、同議会において、辞職勧告決議案を提案し、自由民主党がこの共産党案に賛成したが、同案は否決された。また、日本共産党は、職の採点問題調査解明のため、承認関門、告発などの権限を持つ百条委員会の設置を求めたが、自由民主党ら高い派は百条委員会の設置には、反対した。また、自由民主党は、 北海道知事、横道隆弘くん不信任決議案を提案したが、否決されている。道が抱えた本イベントの負債99億円は、イベントから10年後の1998年に、完済された。哲学者で、札幌大学名誉教授の和志田小屋田は、1988年12月に、ある地方博の死世界、職の祭典88の検証を表してこの、 イベントの問題点を暴いた。版元の秋日社によれば、当時からこれの実態を暴くことは、絶対的なタブーとされており、ゴーストライターですら困難を恐れて、執筆を拒否する中、和志田が執筆を引き受けたと語っている。本イベントの失敗を受けて、死と摂氏で、回帰111周年にあたる1990年。 または新千歳空港ターミナルビル開業に合わせた1992年に開催を計画していた北海道航空宇宙博覧会計画が再検討され1989年に開催予定を1995年に延期したものの地方博覧会ブームの終焉や費用対抗仮面を考慮し最終的に実現しなかったまた同じく1988年に行われた 函館での青函トンネル開通記念博覧会の赤字や広尾町での十勝海洋博覧会の定収益も勘案され、旭川市では1990年に予定されていた回帰100周年行事の博覧会計画が中止となった。なお、バブル崩壊後の1996年に東京臨海副都心で開催予定だった世界都市博覧会の開催中止の際にも、この 世界、食の祭典での失敗例が影響している。主に来客不審による運営見直しで8月から9月のごイベントを中止。ありがとうございます。